ありがとう。医者行かなくていい。あ、だから、見えることはない。
度は下げてもらえないのか。結構Thank you.
そうだね。目が太くなってるから気をつけないで。
方的には家庭には何者でもないですけど、あいつの顔とかその目を見た時にその嫌な、あのちょうど最初友達が悪いっていうか、もう単細胞なんでしょうか、そういったものがあの人の、ね、ただすげえ貧乏だったので、まあ人として人間としてしっかりとした感性を持って社会性を持っているって自分で思い込んで、でもそうじゃないけどそこでやってるっていうことだと思うんですけど、すごい訳のわからないのが常識みたいなのがあるので、自分自身も自分で分かってるけどそれは自分自身でそれをこう導入できない人みたいなところがあるから、自分より仕組みをこうバーッとバーッと持ってくるっていうのが自分の仕組みだと思うんですけど、そういうところが嫌いですよ、嫌いで嫌いでしょうがない。僕が書き下ろした新曲で、みんながこう、一番だよね。ライブ必死みたいなことを描いて、今日、あの、目黒区からチャリで1時間かけてきてるんですけど、かすみでね、人間のクソみたいな。いや、そう、みんなに言いたいぜ、人間の中の。今クソの部分が顔に滲み出まくってる。あれ超面白いと思うんだけど、我たちは死んでほしいなとか、いやそれにうち、なぜ俺がそれでも無料動画サイトがあれもすげえ楽しいんだけど、それでもなぜ俺はいやライブをやるのか、皆さんとの対話ですよね。無料動画これ無料動画で、あ、ごめんなさい、今びっくりされたかもわかんないですけど、これが無料動画で味わえますか？そうですよね、俺たちは対話していこうぜ。うどんを食べるその時に何か死ぬ方法ねえかな、あいつ言ってもら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 ってねえよ、あいつ。そうだよ、そうだよ。あいつと仕事がしたくないがためだけ、他にもいろんなクソみたいなことがあるけど、あいつは嫌いですね。食べる際に、カツオを振りかけることで、この時にはもう、すげえぶん殴りたい。かけなくて済むか。あいつ泣きやめてね、謝ってもそっから殴って蹴って、ぶん投げ、クソダメにぶん投げてね、焼きたこの歌は、いや、かなりアブストラクトの歌なんですけども、歌詞の意味は、それでもいや、人生には役立つと思ってるから、俺たちここに立つわけなんですけど、それがみんな、リリックの意味よくわかんねえと、いや言ってる、キスいて俺たちキスしたくなるぐらいに、キスつう魚いるけど、キスつキスつう魚に俺のうどせい、キスつう魚いるけどキスしたくなるけど、メタルバンドとキス聞きながらキスしながらキスつう魚いるけど、洋楽のヒップホップを聴いて俺たちはリリックの意味も分からずにイエーイするわけですよね。それといえ何ら変わりないというサンダーオーケストラで何らヒップ、ありがとう、行こうぜ渋谷そして俺のライブはかなり先ほどからスケールの小さく感じるかもしれない。なことないですか、でかいっすか、いい、かっこいいじゃん、かっこいい。